どうも高井です。話術よりもはるかに重要な技、動かないこと。動かないこととは言いましたが、私は今レンズを見て話してるし、私は今口を動かして喋ってますよね。必要最低限動かすところを動かして、手は表現の道具として使うし、目はレンズを見ているし、これが普段であれば人の目を見て話す。しかも話すわけだから口は最低限説明するために動かしているっていう状況ではあるんだけど、私がこうやって話をしているのは、人であればあるほど、高齢であればあるほど男性の場合、腕を組んで話す人が多いし、腕を組んで右足か左足がガタ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 と貧乏ゆすりしている。つまり動かないってことが耐えられない、潜在意識としてプログラムされているのが、相当動かないっていうのは厳しいわけですよ。まあ、これを聞いてるあなたはおそらく、いや俺はもっと動かないでいる、お前より動かないでいるって思ってるかもしれないけど、それは甘い話です。あなたの言ってることは、スディさんの写真を見てこの程度俺は簡単に登れるって言ってるのと大して変わらない。実際に登ってみたら、あ、辛い辛い辛い、まだかな、山頂まだかなって、実際に登るっていう過程を経てない上に、そんな程度簡単だよって言ってるのも同じなんですよ。だから実際に話すっていうことをトレーニングして日常に取り入れていって、潜在意識から動かないっていう話す姿勢を取り入れていくしかない。でまずそれで挑戦してくれていたら、この動画も作った甲斐あったかなって私は思うので、この本を読むっていうのもいいんですけど、私のこの動画、あなた自身がいいなと思ったらグッドボタンお願いします。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。